はい、動きがあったテーマセクター、個別の材料で同意づいた銘柄を小型株新興市場を中心に見てまいります。アトラクティブストックスのコーナーです。今日は本当に厳しかったありますね。材料あるものもそうですが、まあ材料がなんとかってこともなく売られちゃってるものも結構多かったですけど、まあ、なぜマザーズ指数が 2% も下落している要因みたいなところを考えていくと、まあ、創生がやっぱり厳しいなというところで、創生95円安、1101円、7.9% 下落。これが7日続落かになってますかね。こう、急とした、なんとか戻した場面もあったんですが、そこからまた、下げ幅を広げていくような展開になってきております、創生。あとメルカリですよね。ここの2つがやっぱり新興市場の作業を特に牽引したような形になってますね。メルカリ225円安、3295円、6.4% 下落。マザーズ指数に対してはこんな感じなんですよね。サイバーダインとか、まあそこまででもないで 2.4% 下落とか、ミクシーあたり、ミクシーはプラスですからねという形なので、まあ、ここの2つが大きかったかなというところであります。ちょっと良かったところを見ていこうかなと思いますが、新興市場ってわけじゃないんですけどね、どうしようかな。業績関連でいきましょうか。業績関連ということで言うと、意外と今日は頑張った銘柄もあるですね。大阪有機化学工業、これもどうかなって言ってましたが、結構良かったですね。157円高、1580円、11% 上昇となりました。この辺、アドバン。42円高、1091円、4% 上昇。なんか随分長い上髭つけちゃってますが、上期、上振れ着地ということで、まあ非常に良かったかなというところでしたね。あと先に推奨銘柄見てしまいましょうか。薬王堂からいきましょう。薬王堂245円高、3885円、 6.7% 上昇。これも上髭つけて戻されましたが、まあ頑張ったですかね。ドラッグストア行きたい方は薬王堂行ってみましょうということでしたが、見事プラスでしたね。東北中心のドラッグストアであります。あとは、ここがいけなかったですね。意外とね、レノバ。結局着地120円安、1200円、9%、9.1% 下落となりました。まあ、戻す場面もありましたけどね、ちょっと、まあ、9% マイナス。まあ、ここまで上げてきましたんで、その分の売りも出たかなというところでしょうか。まあ、この下ヒゲつけたってことは、明日からまた戻す可能性もありますね。こことかもそうでしたけど、これその後戻しに行きましたからね。一旦ヒゲつけたところで一旦まあ売り出尽くしたかな。そこから反発みたいなところも、レノバ期待できるかもしれないなということを思っております。あとは何でしたかね。パソナが意外とダメでしたね。パソナ127円安、1517円、 7.7% 下落です。ちょっと想定よりも良くなかった人材。まあ、まちまちですね。人材とか派遣関連っていうのは。はい。で、あとここが良かった。システムインテグレーター。390円だから2533円、18.2% 上昇です。大幅増益となった第2クォーターでしたね。これを交換して、大幅高となっております。一部ですよね。のでも、あ、来た、ついに来ましたね。あ、違うかね。あれ、値上がり率トップをついに掴みましたね。システムインテグレーター、やった。だから多期価格はストップ高ですから、ストップだから制限値幅なかったらちょっと負けてたんでしょうけど、やりましたね。ついに値上がり率トップを抑えましたね。ちょっと一つ満足です今日は。
この、大阪有機化学とかですね。で、滝化学ですね。ちょっとこれ見ましょう。先週話したバカマツタケで、今日も続伸です。1000円高7150円、16.26% 上昇。マツタケじゃないんだけれども、マツタケよりも強い香りがするんですよね、確かね。の、人工栽培でしか、に成功したということで。だから、私みたいな庶民でもですね、美味しくマツタケ的なものが食えるっていう、そういうことですよね。そんなことよくあるじゃないですか。なんとか的なもの。シシャモ的な、シシャモじゃないやつを我々は食ってるじゃないですか。もうバカマツタケをマツタケとしてしまえばいいわけですよね。はい。では、その他。プレステージインターナショナルは強いですね。91円が1400円、7% 上昇か。202銭ぶち抜いてきました。野村で、格上げがありましたんで、それに合わせた動きですね。あとはこちら、今日引け後の多分決算発表だったかと思いますが、あ、違う、明日の引け後かの決算発表なんですが、イオンモール76円の価1924円、 4.1% 上昇。業績上振れ観測が先に出ちゃいまして、もう上がっちゃいましたっていうところで、イオンモール、まあ、海外事業はやっと乗ってきたんで、ついに初の黒字化だそうです。初の黒字化じゃないか、まあ海外部門かってことですかね。で、あとは推奨、今年の推奨銘柄フィックスターズ、ちょっとあんまり冴えないんですけどね。28円高1493円、 1.9% 上昇。ちょっと押し戻されました。共通ソフトウェア基盤の研究開発がネドに採択されたということでありますあとは、ちょっと良くなかったところもいくつか。アルテック69円安302円、 18.6% 下落です。6から8月期、8月期営業赤字に転落ということで、厳しかった3ヶ月でした。今日東証のシステム障害がありましたんで、一部の、ね、証券会社でネット注文が出せないとかっていうのもあったようですが、その辺はちょっと影響があったようであります。 IBC 221円安1544円、 12.5% 下落です。あとはフルノ電機、上期情報修正発表しましたが、通期の予想は据え置きということで、出尽くし感ですね。182円安1312円、 12.2% 下落です。あとは月次の発表がありました。鳥貴族、9月の月次動向が、まあ、ここ何ヶ月ですかね、8ヶ月ぐらいでしたか、連続で前年割れということで、今日も大幅安190円安2227円、 7.86% 下落です。あとはですね、あれですね、事業承継関連が今日結構売られています。日本円バンダイセンター160円安3285円、 4.6% 下落。で、バンダイセンターまだいいんですけどね、これで出ないんですよね、いつもね。M&A キャピタルパートナーズもが結構きついですね。590円安5960円、 9% 下落。あとこちらもストライク修正後安値更新なんですが、235円安3125円、 7% 下落です。あとはこれも9月の月次売上高発表した IK マイナス転換になりまして、大幅続落です。220円安1480円、 12.88% 下落です。小売りがちょっとあれなのかな。一部セリア、この辺もやっぱり
新興市場をちょっと押し下げた原因でしょうか。セリア145円安3710円 3.76% 下落。9月の既存店売上高 0.1% 増ということで、まだちょっと本格的な回復には至ってないなって感じですかね。麻生フォーム下方修正発表です。大丈夫なんでしょうか。麻生さんの方も大丈夫なんでしょうかね。31円安670円 4.4% の下落です。ユニリタ80円安1755円 4.4% 下落。紙キット通期の予想下方修正発表しております。調子いいところもまああるんですけどね。小売もね、米表33円高1744円 1.9% 上昇。9月の既存店売上高前年同月比 12.9% 増です。ネットの方も調子良かったりするんでしょうね、やっぱりね。あとはタビオ27円高1227円、高値更新ですかね。 2.25% 上昇です。第2クォーターの営業利益前年同期比です約 3.3 倍となっております。強いですね。というそんな形でありました。引き続き買われてるというか強い小型株もあるんですよ。ブレインパッドとかね、AI 関連とかまだ買われてますんで、あと今日出るかな、なんだっけ、マザーズかな、あ、そう、サイジニアとかですね、この辺のソフトバンク関連が結構買われてます。サイジニアと、あとなんだっけな、ジャスダックでしたか、ベクター、この辺の銘柄は、トヨタとの提携を生やす形で上がってるのかなと思ってます。サイジニアとかは、ベクターもそうかな。ベクターそうじゃないか。サイジニア高値更新ですよね。ちょっとサイジニア、見えないですかね、これはね。ちょっと一応大きくしましょうね。これマザーズ銘柄の値上がり率トップ、サイジニアでした。ちょっと揺れちゃって見えないですか。あとベクター、あ、こちらジャスダックの値上がり率上位、ベクターが4位ですが、ちょっとサイジニアのチャート見ましょう。チャート台、あ、これちょっと想定してたのと違いましたね。これか。サイジニア221円高1920円 13% 上昇と、こんな形になってます。ですね、ちょっと今まで良かった銘柄が今日は高値を取りと、ね、連日高値取った銘柄がちょっとストップしてますんで、まあこういう時に買える方は買っておくといいのかもしれないですね。といったところであります。はい、以上アトラクティブストックスのコーナーでした。